今週も始まりましたハイチのダラダラジオでございます。週末皆様いかがお過ごしでしょうか。今日は3連休の最終日、そしてシルバーウィークのね最終日でもありますということで、いつも以上に気落ちしますね。明日から学校かよとかね、仕事かよっていう方も多いかと思います。私もその一人でございますが、まあ、お互い頑張りましょう。もう私今週からというかこの週からですね、講演会ラッシュが始まるので、講演会ね本当好きで楽しいんですけど、やっぱり緊張すごくするんですね。というのも昔講演会で一回大きなミスをやらかしてから結構トラウマなんですよ。それがフラッシュバックすることがすごく多くて、でもそのトラウマがあったからこそ練習も頑張ったし、すごく自分の中で成長したなとは思えてるんですが、いまだにねあのトラウマはフラッシュバックするからこう胃が痛くなるんですよね。まあそれにね負けずに頑張りますので、お互いね頑張っていきましょう。であともう一つ、先週ダラダラジオ私投稿し忘れてましたね。ごめんなさい。実は撮ってあるんですよ。撮ったんです。で撮ったんですけど、先週の日曜だったかな、偏頭痛がひどくて、あと昼間から夕方にかけてずっと寝てたんですよ。確か違ったっけな。で投稿したつもりでいて、でさっき動画もねちょっとチェックしてたら、あれダラダラジオなくないと思って気づきました。大変失礼しました。どうしよう、先週撮ったやつオクラにするか、もしかしたらね来週とかに投稿してるかもしれないんですが、まあすいません失礼しました。で今週はですね、まあ、タイトルにちょっと一部載ってるかなと思うんですが、保護者の方から以前質問されたことがあったのを思い出して、ちょっとそれをテーマで喋ろうと思います。というのも、自分の子供に学校休みたいと言われたら何と答えますかっていう、まあ、私もね2人子供がいる身なので、なんて父親として答えますかっていうのを以前質問されたことがあります。で、まあ、これについて話していこうかなと思うんですけど、まあ、このダラダラジオは保護者の方もあと学生のみんなも聞いてくださっているので、ぜひ保護者の方は自分だったらとかいう視点でこう聞いていただけたらいいかなと思いますし、学生のみんなもう、まあ、どうだろう、学校休みたいって思ったことがない方はねちょっと難しいかもしれないですが、私の勝手なイメージで多くの方が一度くらいはあると思ってるんですよ。サボりたいっていうか、ちょっと今日気持ち的に辛い、ちょっと休みたいなって思った時、まあそれを親御さんに言えたか言えなかったかはね違うと思うんですけども、じゃあ子供として親に何て返してもらったら嬉しいというかホッとするかなっていうのを考えてほしいな、うん、その視点で聞いてくれると嬉しいかも。で私はもう結論が決まっていて、いいよってあ、OK 分かったって一言目に返す、これが大事なんですよ一言目。でも前もどっかで話したかもしれないんですけど、必ず理由は聞くようにします。それは多分ね、自分はまあ子供の学年が上がったらちょっと分かんないですけど、今上が小3なのでまだ今の段階だったら聞く。でも一言目にはいいよが先に来ます。理由を聞いてからいいよじゃないんですよ。いいよがあって、あもう OK 休んでいいよって、ただパパとしては理由は知っておきたいなって、そう言いにくかったらもちろん言わなくていいんだけど、もしよかったら教えてくんないっていうのは言う。でその時にもし、まあ、子供の表情とかを見てそれでもなんか曇ってるようだったら、自分もそうだったよって、で実際俺休んでたし中学の時とかだから、俺もそういう時あったし、気持ちはめっちゃわかるし、俺実際休んでたからさって、うちのバーバーは、俺のね母親は OK をしてくれる母親だったので、そうだけどなんか理由を知ってる方がさ俺は安心するんだよねみたいなことを言うと、さらに言いやすくなるかなとは思うので、基本的なスタンスとしては OK です。はい、別に学校休むことなんとも思わないし、これは結構ね下手すると炎上するから怖いなって思ってますけど、でも意見としては、私学生に有給休暇あっていいじゃんって思ってるんですよ。休みたい時に休んでもよくない、有給休暇って言い方おかしいけど、休みたい時に自由に休めていいんじゃないかなって。だって教科書の授業とかだったら別にね他の学び方があるわけだし、ずっと休むわけでもないし、まあ、ずっと休むでもね別にいいと思うけども、だから毎日が毎日さ心が健康なわけではないじゃないですか、人間として。だから別に、あ今日はしんどい日なんだろうな、そういう日はあるよねっていうスタンスでいます。でもこのお仕事の関係とかもあってね、特に子供がちっちゃかったらね、自分も休まなきゃいけない。で仕事って急に休めないじゃないですか、なかなかね、業種によってはそういうのが多いから、そこは加味しなきゃいけない。でそういうのはもしいつか子供が急に休みたいって言ってくるとき可能性があるっていうのは、
分かった上で、その俺はもう子供にずっと小1の時から言ってるんですけど、もし本当に今日はどうしても行きたくないなっていうのがあったら行ってねって言ってあるんですよ。先に行って大丈夫だよって。ただし、まあ俺仕事柄家にいることが多いんで大丈夫なんですけど、その外でね講演会行ったりする仕事もあるし、うち妻はね普通に正社員で働いているので、こうもしかしたらパパママの関係で一人でお留守番させなきゃいけなくなることもあるから、いいよって、そのなんだろう、仕事の関係でいいよってできない時もあるけどねっていうのも伝えておくんですよ。そしたら子供からしたらそれは言われてたことなので、だから分かったってなるかもしんないし、じゃあ一人で留守番してるってなるかもしんないです、そしたら早く帰ってくれるように頑張るねっていう風に持っていけるので、とにかく子供たちがそのしんどいっていう SOS の部分を発信しやすい、状況に持っていくっていうのが自分のスタンスです。でこれはなんでこうなったかっていうと、俺はそのさっきね母親の話しましたけど、結構母親に俺今日は住んでいいっていうこと多かったんですよ。でうちの俺はその中学の時だったんで、小学校の時はなかったんですけど、中学の時が特に多かったから、普通にああいいよって言ってくれる母親だったんですよ。で母親は理由は聞かなかったので、多分俺が多感な時期だったからもあると思うんですけど、で母親がうちパートだったから、母はじゃあご飯食べ行くみたいなっていう風に誘ってくれる母親だったんですよ。そうなので、それが俺はすごい嬉しくて、理由も聞かないでくれるし、休ませてくれるし、気分転換に美味しいものをちょっと隠れて食べ行こうよみたいなこと、なんか一種の共犯者になってくれてる感じです、母が。で俺はすごくそれが嬉しかったから、自分の息子にもそういうスタンスでいたいなという風に思っています。だからもしね、長男だけ休んで子供がね、次男がね普通に保育園とか行って、まあ、妻も仕事だったら、じゃあご飯食べ行くとか、ちょっとさあのゲームセンター行ってみるみたいな、でもいいと思うんですよね、映画見に行くとかでもいいと思うんですけど、まあ一緒にリフレッシュして、よくね休んだってっていう共犯になるのが俺はいいかなとは思っています。でもこういったことっていうのは正解はないですし、例えば前回この方法で子供はほっとしたから今回もこれでいけるっしょって同じ球を打ったら効かないっていうこともあるんですよね。なぜなら毎回子供たちの心の様子は違うので、だからそこはやっぱり表情とか会話の中でこう、あ今回はこういう方法の方がいいかもなっていう、臨機応変とかいうかね、そう、その応用力みたいなところは必要かなとは思うんですけど、やっぱり塾講師やってる時もすごくそれは感じてたので、子供たちに対して、なんで自分の中で引き出しというか、発言にしても行動にしてもいろんな選択肢を持っておくっていうのがすごく大事なんじゃないかなって個人的には思ってます。だからまだね小3ですけど、これから学年高学年になっていって中学高校ってなっていったら、いつかねうっせえクソジジイってなるかもしれない。でもそうなったとしても、その普段はね反抗的な子が本当にもうしんどくていっぱいいっぱいになっちゃってるのを表情から読めたら、休んだらよくねみたいなことを俺の方から言ってあげるのも、もしねそれが伝わりそうって思って自分の中で確証があったらですけど、そういう風にしていきたいななんていうのは思ってます。はい、ということで本日もねここまでお付き合いいただきありがとうございました。またね来週何か喋っていきますので、よかったらそちらもぜひ聞いてみてください。それでは本日1日がじゃない今週1週間がまあねちょっと5日間フルなんでしんどい時もあるかと思うんですが、今週1週間が皆さんにとって有意義な1週間になることを心より願っております。また来週お会いしましょう。それじゃあまたね、バイバイ。